3回目接種につきましても県の6か所の大規模集団接種会場におきまして妊産婦の方に対する予約なしのワクチン接種を進めていくことといたします愛知県では現在妊婦や出産後1年以内の母親についてかかりつけ医のもとであれば接種券なしで3回目の接種を受けることができます大村知事は先ほどの会見で妊婦らについて県が運営する6か所の大規模接種会場で 今日から予約なしで接種を進めることを発表しました一方接種券は必要で夫やパートナーについても同様の対応をします妊婦へのワクチン接種をめぐっては愛知県医師会などが周産期医療の現場の逼迫などを背景に積極的な接種を呼びかけています